今回は昨年行ったジャンプ力アップ企画の結果発表です。総勢104人の方々は6週間でどれくらいジャンプ力が上がったのでしょうか。また記録が大きく伸びた人たちとあまり変わらなかった人たちは何が違ったのでしょうか。僕はこの違いを知ることはトレーニング方法を知ることよりも重要な部分だと考えています。ジャンプ力をアップさせたい方はもちろん、指導者の方にもぜひ最後まで見ていただきたいと思います。ジャンプ力をアップさせるために必要なこととは、企画内容と結果発表、継続の難しさ、伸びた人は何が違ったのか、トレーニング理論について、トレーニングメニュー、まとめ。では早速いきましょう。ではまず、どのような企画実験を行ったのかを簡単に説明します。まず、うちへ通っている会員さんや YouTube 視聴者の方にジャンプ力アップ企画に参加しませんかと参加を募り、合計198人の方から参加したいと連絡がありました。そして参加希望者の方全員に読むのがめんどくさいくらいのかなり長い注意書きと説明文を送り、この内容をご理解の上、ジャンプ力を計測した動画を送ってきてくださいというメッセージを送りました。参加者への謝礼を用意していたわけではありませんし、強制するのは嫌だったので途中でリタイアすることは問題ありませんともお伝えしました。そして参加希望者198人のうち、ジャンプ動画を撮影して送ってきたのは104人でした。ジャンプの仕方は助走からの両足ジャンプで、こちらの動画で解説しているようなジャンプの仕方になります。104人の方々が送ってきたジャンプ動画を見て動作を分析し、一人ずつジャンプの技術的な部分、スキルを指導し、6週間僕のおすすめするジャンプトレーニングをしてもらいました。そして6週間後に再度同じ場所で計測してもらい、その映像を送ってもらいました。様々な事情によって途中でリタイアする方もいましたが、6週間トレーニングを継続した方が44人いて、その結果はこのようになりました。男性は黒、女性は赤で示しています。全体としては平均 6.22 センチのアップとなりました。平均値は少数第3位を四捨五入しています。小学生、中学生、高校生など年代別に分けてはいますが、年代別では母集団が少なくなってしまい、データの信頼性は低くなります。あくまで目安として考えてください。10センチ以上アップした人も何人もいて、最もジャンプ力が上がった人は18センチでした。一方で全くジャンプ力が上がらなかった方もいました。ちなみにトレーニングの頻度や競技レベルでもグループ分けをしてみましたが、ジャンプ力向上の度合いに相関関係は見られませんでした。同じ競技レベルの人をもっとたくさん集めて研究を行えば、トレーニング頻度との関係性はありそうな気がしますが、とりあえず今回のデータでは有意な差は見られませんでした。ではトレーニング頻度も競技レベルもはっきりした違いがなかったのなら、たくさん記録が伸びた人とそうでない人は何が違ったのでしょうか。ぜひ予想してみてから続きをご覧になってください。ではこのデータをさらに詳しく考察していきたいと思います。そんなのはいいから早くトレーニング方法を知りたいという方は概要欄のリンクから飛ばしてみてください。まずスタート時の人数がこちらで、6週間継続できた人数がこちらです。こちらのデータは6週間継続できた44人の方のみのデータです。例えば途中まで 6.4 センチアップしていたがコロナにかかり断念という方もいましたが、そういう方のデータは含まれていません。本来であれば継続できなかった方々も6週間後の再計測をしてみたいところでしたが、オンラインのみで行う研究調査だったことと手間を取らせることは極力したくなかったということもあり、継続できなかった方はそのままデータなしとさせていただきました。継続できた人数が104人中44人という数字を多いと見るか少ないと見るかは人それぞれだと思いますが、これに関しては僕の対応が悪かったせいで継続できなくなる方が増えたのだと考えています。これはコミュニケーションの多さでグループ分けをしたものです。まずは実際に会って対面でトレーニングを行ったグループと、メール、LINE のやり取りのみで行ったグループに分けています。さらにメールでやり取りをした方々の中でも、僕への質問や世間話なども含めコミュニケーションが多かったグループとそうではなかったグループに分けました。このグループ分けについてはスタート時にあらかじめ振り分けていたわけではなく、数日から10日ほどで分けていきました。全員の対応が同じになるように意識しつつ、どんな些細な内容でも送られてきたメッセージには必ず返信していました。そして相手方のメッセージの多さや文章の内容から分けていくというやり方で、ほとんどの人は最初の数日で分けました。あくまで僕の主観ですが、
コミュニケーションの多さとしてはこちらが多く、こちらが少なくなり、こちらはその中間ということになります。そしてこのグループ分けをして6週間の継続達成率を見るとこのようになります。実際に会って僕が直接指導した方々の6週間達成率は約 87.5% で、メールでやり取りをしていたグループのうちコミュニケーションの多かったグループは達成率 56.7%、 あまりコミュニケーションが取れていなかったグループの達成率は 30.3% となり、かなり大きな差が出ました。全ての方に対しできる限り同じような文章で無機質な返答にならないよう注意しながらやり取りをしていたつもりですが、グループ分けをした後から僕が無意識に、僕が予測していた結果に近づくように返答の仕方が変わっていた可能性はゼロではありませんので、その点はご留意ください。では次に、対面メッセージのやり取り多め少なめの人たちが平均どれくらいジャンプ力が上がったのかを見ていきます。対面が 8.14 センチ、メッセージやり取り多めが 6.47 センチ、やり取り少なめが 5.33 センチとなりました。これもかなりの違いだと思います。継続できるかどうか、そしてジャンプ力が大きく向上するかどうかには、やはりコミュニケーションの多さが関係していると思われます。ではなぜコミュニケーションが多い方が記録が伸びたのでしょうか。僕はそれは主に信頼関係、人との関係性とフィードバックにあるだろうと考えています。信頼関係が強いほど指導者の指導法を素直に受け入れ真剣に取り組むでしょう。一方、指導者を信頼していなかったら指導法にも半信半疑になり、場合によっては反発し練習に身が入らなくなるでしょう。信頼関係があるかどうかの指標の一つにコミュニケーションの多さがあります。信頼関係がなく、この人は信用できないなと思えば質問もしないでしょうし、世間話もしないでしょう。逆に信頼関係が強ければ質問も増え、世間話などのコミュニケーションも増えるでしょう。信頼関係を構築するにはたくさんメッセージをやり取りする方が良いでしょうし、実際に会って話をすればより効果的だと考えられます。僕の個人的な感覚としても、あまりメッセージのやり取りがなかった方たちより世間話などたくさんのやり取りをした方の方が信頼関係を築けていたと思います。そして対面で行った方たちは最も強く信頼されていると感じていました。また人との関係性は約束を守るとか最後までやりきる可能性を高めます。例えば自分一人でダイエットするぞと考えるより、人に私はダイエットすると伝える方が達成率が上がるのと同じです。そういった信頼や人との関係性がやる気につながったり、途中でリタイアすることへの後ろめたさなども含め継続率が上がり、トレーニングの質も向上させたのだと考えられます。そしてフィードバックというのは、今の動きは何が良くて何が悪かったのかという結果を伝え、改善に役立てるというものです。簡単に言うと、行った結果を本人に戻すということです。これは指導者が選手に口頭で伝えることもありますし、選手自身が感じて修正していくこともあります。フィードバックができていれば、より正しい動きでトレーニングすることができますので、効果が出やすいというわけです。これも実際に動きを見てすぐに良い点や悪い点を指摘できる対面での指導が最も効果的です。そしてメッセージのやり取りが多かった方は、この動きはこれで良いですかといった質問もありましたので、やり取りが少なかった方よりはフィードバックがある程度できていたということだと思います。僕は最終的な結果を聞いた後、記録が伸びなかった数人の方を改めて指導しました。例えばこちらの方は6週間全く記録が伸びていませんでした。そこでもう一度ジャンプのフォームやトレーニングの様子を撮影して送っていただき、もっと左足をこのようにとか、このトレーニングはもっとここを意識してというように直してほしい部分のフィードバックを与えました。すると3週間ほどで4センチジャンプ力がアップしたのです。これは他の方も同様で、フィードバックを与えることで数週間でジャンプ力を上げることができたのです。これらの結果からトレーニングを効果的に行うために、以下のことが大切だと考えられます。あなたが自分のジャンプ力を上げたいのなら、自分一人で行うよりチームメイトと一緒に行ったり、誰が一番向上するのかを競争したりと、人との関係性を持ち、コミュニケーションを取りながら行うことで達成率が上がるでしょう。そしてたまには自分がトレーニングしている様子を撮影して確認し、フィードバックを行いましょう。一つ一つのトレーニングの目的を意識して行うことで、より効率的にジャンプ力が向上していくでしょう。
またあなたが指導者で指導している選手のジャンプ力を上げたいのであれば、選手との信頼関係を築き、その上で適切なフィードバックを与えることが重要です。信頼関係がない状態でフィードバックを与えようとしても逆効果になりますので、まずは信頼関係を構築することです。選手との信頼関係については指導家翔吾さんのチャンネルのこちらの動画がとても参考になります。概要欄にリンクを貼ってありますので、指導者の方はぜひ見てみてください。ちなみに指導者からのフィードバックは何でもかんでも与えれば良いわけではありません。言われたことを直す受動的な学習より、選手自身が気づいて修正する能動的な学習の方が学習効果がずっと高いことが分かっています。ですので、ここがダメだからこうしろああしろと逐一細かく指摘することはよくありません。具体的な指導は特に直してほしい部分一つか二つくらいにして、あまり教えすぎずに選手自身に気づかせるような声掛けをすることが大切なようです。また良かった時と悪かった時の違いを認識できない選手もいますので、うまくできた時に、おお今の良かったねと褒めてあげるだけでも、ああ今の感じが良いのか、ではこうすれば良いのかなと自分で考えるきっかけを作ることができます。信頼関係とフィードバック、言葉で言うほど簡単なことではありませんが、僕も指導者としてここを突き詰めていきたいと考えています。今回の企画では信頼とフィードバックによって偶然とは思えないほどのとても大きな違いが出ました。すべての参加者の方にできるだけ記録を伸ばしてほしいと考えていましたし、決してこちらのグループをないがしろにしていたわけではありません。もし皆さんが6週間継続できて全員10センチオーバーというような結果になれば、トレーナーとしてそんなに名誉なことはありませんし、僕にも参加者の方にもウィンウィンな関係となりますので、できる限りジャンプ力をアップさせたいと考えていたことは本当です。しかしこの結果を見て、もっと僕の方から積極的にコミュニケーションを取る必要があったのだと考えさせられました。そうしていれば達成率もジャンプ力の向上ももっと良い結果が出たのではないかと思うのです。そしてそれこそが指導者の役割なのだと思います。そのことについては参加者の皆さんに申し訳なく思っています。本当にすみませんでした。それから継続できなかった方を責める気持ちも全くありませんので、そこは誤解しないでいただきたいです。僕自身もこのジャンプトレーニングを12週間継続するつもりでしたが、8週間ほどで継続できなくなりましたので、人のことは言えません。参加者の皆さんも仕事が忙しくなったり怪我をしたり、自分以外の環境の変化によって継続できなくなる方もいました。またコロナ禍でもありましたので、コロナにかかって断念という方もたくさんいました。やはり継続することはとても難しいことなのだと思います。何かを奮起して始めると必ずと言っていいくらい継続の妨げになるようなことが起こるのですから、僕も今度何かを始めるときは一人でするのではなく、仲間でコミュニケーションを取りながら行おうと思います。ぜひ皆さんも仲間を見つけ、継続できる環境づくりも行ってみてください。ではいよいよトレーニング方法について解説していきます。この後紹介するトレーニングメニューには、いわゆるウェイトトレーニングは含まれていません。ほとんどが自重で、あとは数キロのメディシンボールを使うくらいです。そのことに関してトレーナー仲間から、重い負荷でいわゆるウェイトトレーニングをしないと効率的に筋肥大しないよと言われることがあります。それはわかるのですが、ウェイトトレーニングをおすすめしない僕なりの理由がありますので、まずはそこから簡単に説明します。確かに筋肥大させることに関してはウェイトトレーニングが最も効率的だと思います。しかしここでの目的は大きな筋肉をつけることではなく、ジャンプ力を上げることであって、それによる競技力の向上を目指しているのだと思います。筋肥大させればジャンプ力が上がると思われるかもしれませんが、そう簡単にはいかないのです。特に助走からのジャンプのように腱反射を利用したり、ジャンプをするスキル技術が必要な動きではなおさらです。あなたは運動やトレーニングの転移という現象をご存知でしょうか。トレーニングで鍛えた動きが別の動きでも使えるようになることを転移と言います。転移は似ている動きでしか生じないというのが特徴で、少しでも違う動きになると全くと言っていいくらい転移しません。例えば野球のピッチャーがバレーボールのスパイクの動きを身につけるときには転移が生じやすいです。しかし野球のピッチャーが砲丸投げの動きを身につけるときには転移は生じず、ほとんどゼロから動きを身につけることになります。
それはスキルが身につきにくいということだけでなく、野球のピッチングで発揮していたはずの最大筋力も砲丸投げの動きでは発揮できないのです。これはトレーニングでも同様で、いくらウエイトトレーニングで最大筋力を上げたとしても、その最大筋力を発揮できるのはそのトレーニングの動きだけなのです。それにより筋肉量は増えたのにパフォーマンスが上がらないなんてことはよくあることです。筋力が発揮されるメカニズムはとても複雑で、姿勢やスピード、筋肉の力発揮のタイプ、意図によっても違ってきます。具体的に言うと、立っているのか寝ているのかということだけでなく、中腰の姿勢なのか直立なのかでもだいぶ違います。速い動きか遅い動きか、また徐々に速くなるのか徐々に遅くなるのかという違いもあります。例えばジャンプでは膝の角度は素早く伸びますし、加速しながら伸びていきます。しかし重い負荷でスクワットをするとスピードは遅くなりますし、後半に向けての加速もあまりありません。筋肉が縮みながら力を入れるのか、伸びながら力を入れるのか、または同じ長さのまま力を入れるのか、弾性や反射を利用して力を入れるのか、これも大きな違いです。意図というのは目的と同じような意味合いです。高いところへジャンプするために力を入れるのか、重いものを持ち上げるために力を入れるのかという目的の違いや外部環境によっても違ってきます。例えば野球のピッチャーのイップスには様々な症状があり、意図、環境によって筋肉の制御が大きく変わってしまいます。バッターがいないといい球が投げれるのに、バッターが立つとすっぽ抜けてしまうなんてこともありますし、キャッチャーが立っていればいい球を投げれるが、キャッチャーがしゃがむと投げれなくなるなんてこともあります。その動作を行う目的や状況によって筋肉の働きは変わってくるのです。これらすべてにおいて形式が異なると転移が起こりにくくなります。そのためトレーニングで鍛えた筋力を競技の動きに転移させるには、できる限り競技の動作に類似した動きや意図を持って行う必要があるのです。例えばジャンプにはハムストリングスの筋力が重要ですが、このようにレッグガールで鍛えたとしてもジャンプ動作とは全く似ていない動きです。姿勢も違いますし、筋収縮のスピードもジャンプ動作よりずっと遅くなります。反射も利用しないし、意図もまるで違いますので、いくら鍛えてもジャンプ動作には使えない筋肉になってしまうのです。もっと言うと、このように部分的にトレーニングをすることによって負の転移が生じることさえあります。負の転移というのはトレーニング動作の反復によって力発揮の形式がそのトレーニングの動きにつられてしまい、今までできていたバランスの取れた協調運動ができなくなってしまう現象です。これらがトレーニングの転移という側面から考えたウエイトトレーニングの弊害です。そしてさらに過負荷の観点からもウエイトトレーニングでは効果が薄くなることもあります。筋力をより強くしていくためには、実際の競技動作における負荷よりもトレーニングでの負荷を大きくしないと効果がありません。しかし反射を利用しないウエイトトレーニングでは過負荷を与えることができないことが多々あります。例えば走り高跳びのように、最後の踏み切りでジャンプをするときには反射による筋収縮が生じるため、かなり強い筋力を発揮します。その負荷をウエイトトレーニングで発揮することは事実上不可能なのだそうです。そのため走り高跳びの選手はウエイトトレーニングをするのではなく、ジャンプをしてトレーニングをするのです。他にもいくつかウエイトトレーニングを用いない理由がありますが、長くなるのでここでは説明を省きます。ちなみにウエイトトレーニングの全てを否定しているわけではありません。上位 1% くらいの選手にはやり方によっては効果的なトレーニングになると思います。しかし多くの人にとっては弊害の方が大きくなると僕は考えています。そういったトレーニング理論について詳しく知りたい方は、これらの本を読んでみてください。科学的な根拠をもとに様々な事例も紹介されていますので、効率的なトレーニングメニューを考える上でとても参考になると思います。これらの理由から僕のおすすめするトレーニングメニューは、ジャンプ動作にできるだけ似ている動作で行うメニューになっています。このトレーニングをしっかり行えば、まず間違いなく筋力はついてきます。この企画の参加者の中には、ウエイトトレーニングを行いつつもなかなかジャンプ力が上がらずに悩んでいる選手もいました。しかしそういった選手も僕のおすすめするトレーニングを行い、ジャンプ力を上げることに成功しています。ウエイトトレーニングのことや筋肥大のメカニズムのことを知らずに安易に自重を推奨しているわけではありませんので、そこは信頼していただき、全力でトレーニングをしてみてください。
では実際のトレーニングメニューを紹介します。この中には僕が考えたオリジナルメニューがいくつかあります。それらは様々な先行研究から考察するとこのようなトレーニングが効果的だろうなという現時点での僕の個人的な意見ですので、その点はご理解ください。では一つずつ詳しく解説していきますが、トレーニング内容についてはこちらのジャンプの解説動画を見た後の方が理解しやすいと思いますので、まだ見ていない方は概要欄のリンクからご覧ください。ウォーミングアップの主な目的は深部体温を上げることと筋肉を制御する神経系を活性化することです。汗をかくくらいしっかりウォーミングアップすることでパフォーマンスがアップし、トレーニング効果も高くなります。科学的なデータによると深部体温が1温上がると垂直跳びが 4-5% アップするようです。体温の上昇はその時の気温にも左右されますので、寒い日はしっかり時間をかけて行いましょう。ちなみに皮膚表面の体温は逆に下がりますので、普通に体温計で測っても深部体温が上がったかどうかはよく分かりません。汗が出たかどうかで判断するのが一番分かりやすいと思います。どんな内容で行うかはある意味何でも良いのですが、軽めの動きから動的ストレッチなどで徐々に負荷とスピードを上げていき、全力ダッシュや全力ジャンプまで行うと良いです。ウォーミングアップで全力を出しておかないと、その後の練習で全力を出すための準備ができません。徐々に体温を上げて、ウォーミングアップの最後にはダッシュやジャンプなどを全力で行うことで筋肉の反応速度を上げ、全身の協調性を高めるのです。ジャンプフォームのスキル、技術練習です。自分のフォームを確認し、直すべきポイントを意識しながら腕振り、左右の足の使い分けなど効率の良いフォームを練習します。参加者の方には一人一人直してほしい部分を解説した動画を撮影して送り、その内容のトレーニングをしていただきました。例えばこんな内容です。低速、左足を高速で揃ってジャンプをしているような感じになってますので、左足も少し外に向けながらして、この動きを見つけていってください。ジャンプフォームについてはこちらの動画で詳しく解説していますので、そちらをご覧いただき、自分のジャンプフォームを撮影し、比較して分析し、改善点を探ってみてください。どこが悪いのかよくわからないという方は有料にはなりますが、星トレ公式 LINE またはメールでご連絡いただければ分析指導いたします。このスキルトレーニングを初めに行うことで、技術的な練習はもちろん、今からこのジャンプ力を高めるためのトレーニングをするぞという意識づけを行います。先ほどトレーニングの意図の話をしましたが、この意識づけにもしっかりと意図を持たせるというとても重要な意味があります。これは通常のランジトレーニングのやり方を少し変えた僕のオリジナルメニューです。主に右足の踏ん張り、ハムストリングスとお尻の筋肉、大腿四頭筋を鍛えます。ジャンプに入る時の動きのように大きく踏み出して片足でバランスをとって踏ん張ります。このように上体を右にひねりながら行うことで臀筋にも効かせることができます。背骨を曲げるとハムストリングスや臀筋に効きにくくなりますので、背筋は伸ばしたまま股関節で曲げて、太ももとお腹が触れるくらいしっかり曲げましょう。ここから上半身を全力で起こすように意識することも重要です。このように足だけで蹴ってしまうと、やはりハムストリングスや臀筋を使う動きにはなりませんので、上半身を起こしながら足でも蹴り、足だけでなく全身を使うイメージで全力で蹴り返してください。普段からトレーニングをしていて筋力に自信がある方はスピードをつけて遠くへ踏み込んで踏ん張ることで大きな負荷をかけると良いです。またこのようにメディシンボールを持って行っても良いです。逆に普段はあまりトレーニングをしていないという方はこのようにゆっくり近くに踏み出す動きから始めてみてください。そして筋力がついてくるにつれ徐々に大きく踏み込んでいくと良いです。主に左足のふくらはぎ、アキレス腱を鍛えるトレーニングです。腕も疲れるくらい全力で壁を押しながらふくらはぎを伸ばしていくときに全力で力を入れる意識が重要です。しっかりストレッチされるところまでかかとを下ろし、そこから一気にかかとを引き上げます。力を入れながらゆっくり筋肉を引き伸ばすトレーニングは腱や腱の付着部に適度に負荷を与えて鍛える効果もありますので、アキレス腱炎やかかとの痛みを予防する効果もあります。特に30代以降の方は
いきなりアンクルジャンプのような強い負荷を与えると怪我につながりますので、ここでしっかり力を入れて腱を伸ばしてください。たった今鍛えた筋肉はこの動きで使うんだという意識を持ちつつ、フォームを意識して全力でジャンプします。今使った筋肉をジャンプ動作になじませるイメージです。イメージはとても大切です。主に右足の伸長反射による低速ジャンプを鍛えるトレーニングです。2回連続でジャンプをしますが、特に2回目のジャンプが重要です。このようにジャンプが遅くなると伸長反射を使えませんし、このように膝があまり曲がらずジャンプが速すぎると低速ジャンプのトレーニングにはなりません。伸長反射を利用した低速ジャンプを鍛えるのが目的ですので、しっかりと膝と股関節を曲げつつも、2回目のジャンプはできるだけ早く全力でジャンプをすることを意識して行ってください。筋力のある方はメディシンボールを持って行ったり、高い台の上から飛び降りてジャンプをすることで負荷を高めてトレーニングを行うと良いです。主に左足のアキレス腱を鍛え、伸長反射を利用した高速ジャンプのトレーニングです。膝をあまり曲げすぎず、一瞬で爆発的に蹴り、できるだけ高く飛ぶようにします。一瞬で蹴るとは言っても、地面をバンと蹴るのではなく、バネが弾むようなイメージです。そしてこれは足だけでなく全身で飛ぶ意識も大切です。背骨の動き、胸郭の動き、肩甲骨の動き、肩関節の動き、肘関節の動き、これら全部を使うと上半身だけでも大きなエネルギーになります。ジャンプで重要なのは足だけではありません。上半身のパワーも使い、全身でできるだけ高くジャンプをする意識を持ちましょう。再びスキルトレーニングを全力で行います。これも僕のオリジナルのメニューです。左右の足の使い方を意識して行います。左足は着地と同時に全力でジャンプをします。腕振りは左足のジャンプに合わせるようにします。ジャンプ力が上がるほど着地の衝撃は大きくなりますので、ジャンプ力が低い選手の負荷は軽くなり、ジャンプ力が上がるほど高い負荷をかけられますので、単純に全力で行えばその選手に合った負荷になります。ただししっかり股関節を曲げないと膝に負担がかかりすぎてしまいますので注意してください。また普段はあまりトレーニングをしていない方は、まずはこのように1回1回軽めに行ってください。主に左足のトレーニングです。足首を固め、アキレス腱を鍛えます。これも一瞬で爆発的に蹴ります。助走からのジャンプでは、最後の左足は起こし回転を利用するためにブレーキをかけて切り返すような蹴り方になります。そのような蹴り方をトレーニングするために、アンクルジャンプの動きを左右へ振るように行い、主に左足メインで切り返すようにジャンプします。筋力のある方は片足で行うことで負荷を大きくできます。特に左足を意識して行いましょう。しかし片足で行うとかなり負荷が大きくなりますので、いきなり無理をして怪我をしないよう、数週間の期間をかけて徐々に負荷を強くしていってください。このように右足で蹴るときは軽く行うことで負荷を調整できます。最後にもう一度スキルトレーニングを行い、再度全てはこの動きのためのトレーニングだったのだという意識で全力でジャンプします。軽くジョギングをしたり、屈伸をしたり、手足をブラブラするなど軽く動いて終わります。回数はあくまで目安であり、きついようなら回数を減らして無理のない範囲で行ってください。一つ一つのトレーニングの休憩時間は 1-2 分くらい、あまりにも心拍数が上がって辛いようなら3分間くらい休憩しても良いです。ヘトヘトになって一つ一つのトレーニングに全力を出せなくなると、トレーニングの効果は激減してしまいますので、ある程度回復するまで休憩してから行うと良いです。また体力も筋力も強い方はセット数を3から5セットに増やすと良いです。セット間休憩は 2-3 分が良いです。このトレーニングを筋肉痛や疲労感、体の回復具合を基準に考えて週に1から3回行うと良いです。疲労が抜けない状態ではトレーニングで全力を出せなくなり、トレーニング効果が薄れてしまいますので、無理に毎日行うのではなく、体調に合わせて週1回にするか、週2回または3回にするかを調整して行ってください。普段ウエイトトレーニングをしている方は
こんなに軽いトレーニングで筋肥大するの？と思われるかもしれません。しかし軽い負荷であっても回数を増やして総量を増やすことで重い負荷で行った時のように筋肥大効果があると実証されています。何度もジャンプをすることでスキルも磨かれていきますので、体力のある方はぜひセット数を増やしてみてください。また今紹介したトレーニングメニューは筋力やスキルが上がれば上がるほどより大きな負荷がかかるトレーニングになっていきます。より高くジャンプして踏ん張ったり、より速いスピードを制御するような強い負荷になっていくわけです。これはトレーニングの原則の一つ、徐々に負荷を上げていくという全身性の原則の観点からも効率が良いです。ただ注意していただきたいのは、初めから無理をしないということです。このトレーニングを初めて行うときは、少し物足りないくらいの強度や回数で怪我のないように行ってください。参加者の中にはトレーニングをしている最中は大丈夫だったが、翌日に膝の痛みが出てしばらくトレーニングを休止したという方もいましたので、特に普段トレーニングをしていない方は注意していただきたいと思います。見ているだけだとそんなにきつそうには見えないと思いますが、しっかり全力で行うと1セットでもかなりきついです。もしあなたがこのトレーニングを行って楽に終えたのなら、それは全力で行っていなかったということだと思います。何度も言いますが、とにかく全力で行ってください。このメニューを YouTube を見ながら一緒にトレーニングできるように、近いうちにトレーニングメニューだけの動画もアップしたいと思います。ジャンプ力アップトレーニングを最後まで継続し、より結果を出すためには信頼、人との関係性とフィードバックが大切です。そしてこれらのトレーニングメニューを行う上で最も重要でありつつ、多くの方が実行できないことが全力で行うということです。口で言うのは簡単ですが、一つ一つのトレーニングを全力で行うというのはとても難しいことです。この動画を見ながら一人で行うとしても、僕のことを信頼して、たまには自分を撮影してフィードバックを得ながら全力で行ってください。この企画は僕自身のトレーニング指導の在り方を見直すとてもいい経験となりました。参加希望者の皆さん、本当にありがとうございました。人は何かをやろうと思ったとしても実際に行動を起こす人は約 25% で、それを継続できる人は約 5% だと言われています。この企画に参加するという行動を起こした人は198人でした。ということはあくまで推論に過ぎませんが、800人くらいはジャンプ力を上げたいし参加しようかなと考えた人がいたということになります。その800人のうち約 25% の人が行動を起こし、約 5% の人が6週間継続しました。そしてさらに継続した人の中で10センチ以上アップという大きく記録を伸ばした人は6人でした。それは全体からすると約 1% ということになります。ここから推測すると、ジャンプ力を上げたいと思っている人の中で実際に大きくジャンプ力を伸ばせる人はたったの 1% だということです。しかしこの動画をご覧になったあなたは、その 1% に入る可能性をできるだけ高める方法を理解できたと思います。行動し継続することは簡単なことではありませんが、ぜひあなたもこの動画の内容を実践し、その 1% に入ることを目指してください。健闘を祈ります。 If you want to, sing it like a rule.